さくら。野崎くん、傘はないのか。俺も忘れたから、マヌケは二人だな。私の魔法を。どうだろう、入っていくか。どこに。よし、行くぞ。思った以上に吸収したな。あれ、雨か。カラシマくん、私のに入ってって。私はよ。やるよ。あんたんち遠いんだから刺していきな。ゆずき。せっかくだから借りちゃおうか。野崎くんも入って入って。ちょっと待って。ああいう言い方じゃない。周りから見たらカップルに見えちゃったりする。ハマってる。ハマってるな。さくら、傘。ごめんね、持ってもらっちゃって。ああ、そういえばこういう場面見たことあるな。え、傘を私の方に傾けてくれてる。野崎くん、お願いだから平行に持って。道路側は危ないから。あ、ありがとう。だな。今のは俺一人の力じゃどうにもならないと思うんだ。俺の家まで送ってもらっちゃって悪いな。ううん、野崎くんの家近いし気にしないで。本当はもっと遠ければよかったのに。ずっと家に着かなきゃいいなんて。ずっと家に着かなきゃいいのにな。家に洗濯物干しっぱなしだったことを思い出して。現実逃避。帰らないの高木さん。いや、傘もカッパも忘れちゃってさ。確か西方の傘ってちょっと大きめだったよね。これアイアイ傘というやつよ。まずい、これはすごく気まずい。なんだか今とてつもなく恥ずかしいことしてる気分になってきた。高木さん、どうだ。かわいい。なんだって。塗る。驚きすぎだよ。ところで西方、そっちの肩濡れてない？もう少しくっつくからちゃんと傘入りなよ。心臓の音がすごい。今こうして二人で一つの傘を使ってるこの状況ってなんて言うんだっけ。アイアイ傘。え、何。あ、思い出した、アイアイ傘だ。絶対忘れてなかっただろ。それとさ、カップルが自分の気持ちを伝える言葉あるじゃない。ほら、好きの、もっとすごいやつだよ。知らないよ。愛、この続きなんだ。愛、ら、言ってみて。もういいよ。最後は言うだよ。もう。お疲れ様でした。あら、本格的に降り出したみたい。学校に傘忘れちゃいました。駅までお送りしますよ。マイカさんを駅まで送れるなんて今日はついてます。アイマイミーマイマイカさん。開けろ。誰かいるんですか。降るんなら朝から降ってて欲しかったな。ああ、内巻くん傘ある。ええ、ありますけど。じゃあ伊万里ちゃん入れてあげてよ。多分まだ昇降口にいると思う。わかりました。
やっと来た。あ、内巻くん。あ、あれ、イーマリちゃんは。甘く見ないで、内巻くん。え、私にはウンディーネの過去があるから。なあ、イーマリさん。待ってください、師匠。コレットさん、いたんですか。手具合でした。それで内巻くんはなんで残ってたの。お友達に傘貸してあげたんでしょ。水のことは任せたよ、内巻くん。入っていきますよね、傘。あ、うん、香り、ありがとう。ありがとう。どうかしました。いや、別に。どうぞ。あ、お邪魔します。雨が続くと気がめいるな。雨よく降るな。ベタかもしれないけど、雨の日に好きな人と相合い傘って憧れちゃうな。やだ、考えすぎてまるでそこにいるような気がしてきちゃった。大物だ！田中、急にいなくなったと思ったらこんなところで何を。だから、ああやって雨に打たれ続けることでっていう、ものすごく便利な体に俺も慣れたりするんじゃないかなと思って。人類がそんな潜在能力を秘めてたら、傘のない時代を生き延びてきたご先祖たちが。傘を差すの面倒かもしれないけど、体が濡れて風でもひいたらしんどくて、もっと面倒なことになるんじゃないかな。じゃあやっぱりちゃんと傘使う。本当か、田中。傘の嫌いなところもう一つあった。すぐ間違えて誰かに持って帰られるところ。ここから先、俺は別方向だから、あとは白石頼むな。あ、でも、あの、でも、白石さん、もうちょっとそっち寄ってもいい？これ以上は、心臓が心配だから、無理かも。そっか。焦りすぎて、思いっきり拒否しちゃったよ。けど、私にとっては、十分すぎるくらい近い距離だな。肩、冷たい。もっと内側に入りたい。